真昼の暗黒は、1956年に公開された今井正監督、橋本忍脚本の日本映画。制作は現代プロダクション。原作は、正木浩のベストセラー、裁判官、人の命は権力で奪えるものかであるが、この書籍は1951年に単独犯だった犯人が罪の軽減を目的として知人4人を共犯者に仕立てた冤罪事件の八海事件を扱ったノンフィクションである。映画は八海事件をモデルにしながら人物名などは実際から変更されている。タイトルはソ連での自白強要と粛清の惨状を告発したアーサー・ケストラーの同名小説から取られた。制作、公開当時は八海事件が最高裁判所で係争中だったことから圧力がかけられたが、冤罪事件の恐ろしさをリアルに描いてずさんな警察の捜査を告発し、社会派映画の代表的傑作となった。婚約者もいる青年の上村清次は、身に覚えのない殺人事件の容疑者として逮捕される。それは仲間で先に逮捕されていた小島武史が共犯として、自分を含む4人を警察の取り調べに対して供述したためだった。上村は警察の執拗な取り調べに遭い、犯行を自供してしまう。刑事裁判で上村や弁護側は供述調書に含まれる数々の矛盾や疑問を取り上げたが、判決は一審、二審ともに上村ら被告全員を有罪とするものだった。拘置所に面会に来た母が落胆して去ろうとするとき、上村が、おっかさん、まだ最高裁があるんだ。と絶叫する場面で、映画は幕を閉じる。本作を企画したのは、プロデューサーの山田天吾である。当時、八海事件の刑事裁判は、一審、二審ともに全員有罪の判決が下り、上村のモデルとなった。阿藤修平が最高裁判所への上告に際して、正木浩に弁護を依頼、正木は調書を読んで阿藤が無罪であると判断した上で、弁護の傍ら本作の原作となった裁判官を上司していた。山田は監督に起用した今井と相談して、橋本忍に脚本を依頼する。これは橋本が芥川龍之介の藪の中を原作とした。羅生門の脚本を執筆しており、本作もこれらの作品同様、真相が不明なので疑わしきは罰せずの原則に、従い主人公は無罪という結末にする目算を立てていたためだった。橋本を加えた3名は、八海事件の現地に赴いて、事件現場までの所要時間を計測するなどの実地検証を行った。橋本は、香沢温泉の旅館にこもり、裁判調書をもとに40日でシナリオを書き上げる。脱稿後に、橋本は山田と今井に向かって、はっきりと絶対に無罪という線で行きたいと述べ、最終的に2人は、もし有罪だったら二度と映画は作らないという覚悟を決めて、それを受け入れた。橋本の当初のタイトルは、白と黒だったが、ケストラーの小説にある、虚偽の自白で死刑になるという要素の一致により、借用が決まった。作中では、シナリオハンティングでの調査結果も活用する形で、検察側の主張する犯行の所要時間は50分が、現実離れしていることを再現する俳優たちの動きを早回しで、コミカルに描写する演出もなされている。最高裁判所は、山田と今井に直接制作の中止を求め、完成すると配給予定の東映にも圧力をかけた。この結果東映以外の大手映画会社も配給を見送る事態となり、自主上映を余儀なくされたが、いずれの会場も大入りとなった。1955年1月18日に最高裁の五木上夏樹は事務総長が矢崎情報課長を通じて、プロデューサーの山田に最高裁判所としては、現に最高裁判所に継続しておる事件の映画化は賛成できない旨を告げる。山田はこれに対し、映画化をやめるわけにはいかないので、映画化は進めると答えた。同年11月22日、映画倫理委員会の荒田正夫に対して、最高裁の矢崎情報課長が、継続中の事件を一方のみの立場に立って映画化し、裁判所の事実認定を非難するようなやり方は、未だかつて聞いたこともないし、また、法律文化の点から言っても、映画倫理規定の面から言っても、十分に考慮していただきたい旨伝えた。同日午後5時頃、山田と今井は、最高裁の矢崎情報課長を訪ね、脚本の不都合と思われる点を指摘してほしいと申し出るが、情報課長は継続中の事件を映画化しているという点に賛成していないため、脚本の内容いかんを問わないと応じた。1956年4月10日、第24回国会参議院法務委員会で、日本社会党の亀田徳次が1955年4月10日に京都市上京区で起きた傷害致死事件について、真犯人とみなされる男が同年3月にたまたま本作を鑑賞して自責の念にかられ、4月3日になって京都地方検察庁に弁護士に付き添われて狂気持参で自首してきたことに触れて、映画に対する見解を法務政務次官に正したが、政務次官はその裁判が決定しない前に予断を与えるようなことは私はよろしくないと思うと応じた。同年4月16日の参議院本会議で亀田は真犯人の自首のきっかけを作り、4人の少年の人権を守ったこの映画について首相の鳩山一郎にどうお考えになるかと尋ねたが、鳩山は答弁を避けた。1957年4月9日、第26回国会衆議院法務委員会での裁判所法等の一部を改正する法律案に関する公聴会で、日本民主党の高橋定一が真昼の暗黒のラストシーンのセリフを引用して、とにかく有罪の裁判は受けたけれども、最後は最高裁判所があるんだから、決して悲観するなという、非常に激励弁達しているような面が出てきますが、あれはやはり今の日本の国民の裁判制度に対する一つの常識だと思うのですと最高裁の位置づけの議論の材料として示した。八海事件については映画公開後の1957年10月に最高裁は事実誤認として広島高等裁判所に差し戻し、広島高裁は1959年9月に弁護側の主張を認め、後ら4人を無罪とした。しかし検察側が上告、最高裁は原審を破棄差し戻して1965年の広島高裁は再び後追いに死刑判決を下し、最終的に真犯人の出した上申書が決め手となって1968年10月に最高裁が後ら4人を無罪としてようやく確定した。日本国憲法下の刑事裁判において2審で死刑判決を受けて最高裁に上告された数は多いが、最高裁が2審の死刑判決を破棄、差し戻した例は12例と少ない。この最後の判決を山田は傍聴し、その模様をキネマ旬報に寄稿している。釈放された後追いたちを山田は箱根の温泉に招待し、その際の特別上映で初めて本作を鑑賞した後は感激したと、後年述べている。キネマ旬報ベスト10第1位、監督賞、毎日映画コンクール日本映画大賞、監督賞、脚本賞、音楽賞、ブルーリボン賞作品賞、脚本賞、音楽賞を受賞し、1956年の映画賞を総なめにした。また、チェコスロバキアで開催されたカルロヴィバリ国際映画祭の世界の進歩に、最も貢献した映画賞を受賞している。1959年にキネマ旬報社が発表した日本映画60年を代表する最高作品ベスト10では第9位にランクインされたほか、1999年に同社が発表した映画人が選ぶオールタイムベスト100でも第82位にランキングされている。ABCDEF 村井2005年ピアニッシモ73から75村井、2005年、P72 橋本は、正木の著書については、あれ自体は映画にならないねと述べている。ABCD 村井、2005年、ピアニッシモ79から81 AB 第24回、国会参議院法務委員会第15回議録、前坂俊之、冤罪と、ご飯、田畑書店、1982年出頭した日付は、前坂では3月25日、1956年の参議院法務委員会における政府委員等の説明では3月20日とある。第24回国会参議院法務委員会第13号会議録、第24回国会参議院本会議第36号会議録、第26回国会衆議院法務委員会公聴会第1号会議録村井、2005年 P66 村井、2005年 P82。ありがとうございます。